お隣韓国さんで反日条例が市議会を通過したようです。記事とネットの反応を見てみましょう。度重なる政策の失敗、同僚の不正、支持率下落、任期満了まで1年5ヶ月となったムンジェイン政権に吹くアゲンストの風は2020年、いやましに強まった。大統領の同僚が起こしたセクハラスキャンダルに伴って2021年4月に予定されるソウル市とプサン市の市長補欠選挙で与党は惨敗が予想されている。次期政権が保守党に移るとムン大統領をはじめとする現政権の実力者は職権乱用と各種の不正疑惑で検察から取り調べを受けるのは不可避と見られている。ムン大統領は検察改革の名目で政治成功を共にする官僚を検察公委職に就任させたが、次期大統領の有力候補であるユン・ソクヨル検事総長に懲戒処分を下したことから、ユン前総長を支持する検事らは烈火のごとく起こり、ムン大統領を召喚する日を指折り数えて待っているという。イ・ミョンバク元大統領やパク・クネ前大統領を敵視したムン大統領が同じように痛い目に遭う。それは韓国政界で繰り返されてきた絵図ではあるのだが、ムン大統領は菅義偉首相の就任後に対話を要請するなど、反日政策徹底主義からの終止替えをするのではといった見方がないわけではないが、どうも従前のスタンスは変わらないようだ。実際左派の反日活動は韓国各地で組織的に行われている。ムン大統領の最側近で今年7月に秘書に対するセクハラ疑惑で自殺したパク・ウォンスンはソウル市長を6年にわたって務めたわけだが、当のソウル市で12月17日、奇想天外な条例案が市議会を通過した。その名も、新日反民族行為清算支援に関する条例といって、日本帝国主義侵略及び統治に強調、同調した過去を反省し、同じ歴史を繰り返さないという名目なのだが、反日種族主義の執筆は犯罪行為？条例を通過させた市議会は、市内の学校に残っている班長、当番、上階など日本語の使用を是正し、歪曲された日本の歴史観を正す教育を実施すると説明。また、日本帝国主義を擁護し、いわゆる元朝鮮人徴用工や従軍慰安婦問題について、韓国の主張と異なる歴史解釈や学術活動を犯罪行為と規定し、これを阻止すると明らかにした。今後、ソウル市内の学校で班長を何と呼ぶのか知らないが、ムン大統領が好む北朝鮮も班長という語を使っている。韓国の学校は当番や上階をはじめ日本から輸入した漢字語を相当数使っており、関数や方程式、分数などの数学用語や形容詞、動詞、主語など日本に由来し定着している語をどう扱うのだろうか。政権与党共に民主党は学校と放送会で日本式単語を廃止する法案を発議し、国会でも議論されている。今回のソウル条例はその行使となるものであり、一方でそれらの単語が日本帝国主義や親日派とどういう関係があるのか、韓国人の間からも疑問の声が上がっている。さらにソウル市議会の今回の条例が施行されると、韓国が主張する歴史観に異を唱え日本の立場を理解しようとする歴史解釈や学術活動は犯罪行為になりかねない。例えば反日種族主義をはじめとする韓国人の反日思想を批判する図書の出版を禁止し、執筆者を処罰することすら可能になる。表現の自由がソウル市民に与えられないことになるのである。ソウル市議会は今年9月、新日反民族行為の清算特別委員会を創設し、今回の反日条例案を準備してきた。同委員会に所属する政権与党の政治家は、日本は植民地支配と慰安婦や強制徴用など侵奪行為に対する真の謝罪と賠償どころか、予定されていた2020東京オリンピックで旭日旗や旭日旗を表現したユニフォームの使用を許容するなど、反倫理的な歴史を商品化しようとする不純な意図を表しているとメディアに話していた。慰安婦像、徴用工像が続々。また
ソウル市は今年8月には日本人や日本企業名義で登記されている土地と建物3022件を抹消して国家に帰属させると発表。登記上の名義人が存在しているにもかかわらず日本帝国主義を斬首するの名目で他国人の財産を強奪したのである。ムンジェイン大統領が増殖させた左派政治家は日本に好意的な表現の自由を犯罪行為と決めつけ、反日政党の表現の自由は尊重する。具体的には朝鮮人慰安婦を象徴するという平和の少女像は旧日本大使館前などソウル市だけでも13カ所に設置され、元朝鮮人徴用工を象徴する像もソウルの龍山駅や釜山市日本総領事館前など韓国各地に拡散する。最近ソウル市韓北区の地下鉄4号線スユ駅近くの繁華街に少女像が設置され、一部市民が不法道路占有であると告発、銅像の撤去を要求したが警察は容疑が認められないとして放置してしまった。 40% を割った支持率がさらに下がれば、ムン大統領は反日カードを切らざるを得ない。イ・ミョンバク元大統領竹島に上陸したように、それは歴史が証明している。それではネットの反応です。向こうもようやく日本との関係を断ち切りたがっているようなので、本腰を入れて断交に向かって対応した方がいい。とにかく断るごとに金を無心するような迷惑以外に他ならない隣国とは一切の関係を即刻断ち切ってほしい。ちょっと前にこのご時世に日韓議連で会合してましたけど、結果的に全く意味がなかったことがよくわかりますね。反日にこだわるなら日本への渡航や日本製品購入全面禁止にしては、なぜ日本便をなくさないのか、選択的不買とか中途半端が許されるんですかね。日本政府はこれでも対応を待つだけですか。嘘で塗り固めた歴史を今こそ正そうと、真実を語ると反韓行為で犯罪になる。中国の国家安全維持法より悪質な言論弾圧が韓国内では普通にまかり通る現実を、言葉巧みに騙され続けてきた欧米各国はどう判断しているのだろうか。ということで、もうこれ系の話が多すぎて同じ話なのか新しい話なのかわからなくなっちゃうんですが、まあ大北ビラ禁止法と同じで言論弾圧なんだろうなって感じですよね。もうここまで来たら行くところまで行ってほしいっていうのはありますが、これもコロナでデモができないことを狙ってのことなのか、そもそも韓国さんではこれ系は韓国市民も納得しているのかどうなんでしょうね。まあ実際は韓国さんでも賛否分かれると思うんですが、ムンさんと検察の話題ほど騒がれていないのを見るとほとんどの韓国人が納得しているのかもしれませんね。韓国さん、韓国の主張と異なる歴史解釈や学術活動を犯罪行為と規定するそうですが、それがどういうことなのかちゃんと理解できていますか。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。